二年生現代文、評論文の解説、イスラム感覚の後半を進めていきたいと思います。前半でアラビア文字とヒンドゥー文字を比較しながら、自然の豊かさが文字の特徴の背景にあるというのを見てきました。それを踏まえて、ここで今度は本題である筆者の意見に進んでいきたいと思います。 この文章の本題は、他の国の文化を眺めることではなく、やはり日本と日本人について考えを深めていきたいというのが主題になります。日本人はヒンドゥー教徒の範疇に入るという表現から始まります。範疇、カテゴリーのことですね。グループと言い換えてもいいかもしれません。 なぜ日本人はヒンドゥー教グループなのかなぜならとありますので、いかに理由があります。読んでみると、日本の自然の生命力の豊かさというのが語られていて、その自然の中から道徳を体で学び、それによって自己を立してきたというのが述べられています。なるほど。これは前半で見たヒンドゥー教とのあり方ですね。 それを踏まえて、農業とは抗義の意味で宗教でありヒンドゥー教であったのだとちょっと面白いことを言ってますね。農業は自然の豊かさを享受しながら、その中で自然に立されていく作業とも言えます。そういうことを言ってるんだと思います。ちょっとまとめてみるとこんな感じです。ヒンドゥー教は自然科学の中に潜む道徳を体で学び、生命体としての自己を立していく。 そういうあり方でした。それはちょうど日本人のこれまでの生き方と一致するわけです。はい。しかしで始まります。しかしの後は、えー、大きく転換していきますので大事ですよ。日本人にとっての外部である自然が突然消えたと言います。自然そのものが消えたのではなくて、 自然との交わり、日常生活の中に自然との交わりがあるもの、生活が消えたというわけですね。そして、ただ消えただけじゃなくて、他のものにとって変わられます。それは、人間の欲望を律するどころか、無限に喚起していく商品社会です、えー。君たちのスマホを使った Amazon での買い物などを考えてみるといいかもしれません。 一つ買っても次のおすすめ、一つ買っても次のおすすめ。あるいは君たちのスマートフォン。最新型を買っても半年も釣ればまた新しいモデルが出る。我々の欲望は無限に書き立てられていきます。外部にあった自然は消えて、その代わりにこういう商品社会というものが生まれてきました。ところが、 外部に甘え外部に立せられる事故という身体構造は変わらないわけですね。そうするとそれは緊急事態とも言えます。外部には規範がなくて無限の当人、無駄遣い贅沢ですね、と消費を良しとする商品社会が生まれ、そしてそれを無差別に受け入れていく身体性はそのままということになるわけです。 ちょっとまとめてみるとこんな感じでしょうか。従来の日本人は自然の中から律を学んでそこに甘えていけばよかったのですが、人間に律をもたらすどころか欲望ばかりを喚起する商品社会になってしまったのに、外部を無差別に受け入れていく部分は変わってない。欲望を無限に満たそうとしていくと幸せになるはずがありませんよね。 これは緊急事態であるというわけです。さあ、外部になんら基本、規範がなくなった現代の日本は、まるで、えー、砂漠に生きるイスラムの民と同じようだと言います。そして、日本人もヒンドゥー教徒からイスラム教徒的な生き方に変わっていかねばならない。 と筆者は言います従来のに日本人漢字で書く日本人というのは従来の日本人です外部の自然の中から律を求めていったあり方ですそれをあえてカタカナの日本とか日本人と書いたのはどうしてかそれは従来のあり方を失ってしまって変わっていかざるを得ない現代の日本人 というニュアンスが込められているからです。評論文では、このように通常漢字で書くところをわざとカタカナで開いて書くことによって、無機質なイメージ、あるいはそれまでの属性が剥ぎ落とされて、えー、全くニュートラルな状態になってしまったイメージを表現するためにカタカナで表すことがあります。ここでもそのような使われ方をしています。 イスラム教徒的なるもの、イスラム教徒的な生き方、それは前半で見たように、知恵や心といった形のない内なる自然から規範を作り出して、それに従って生きる生き方ということになります。さて、この部分はここまでの繰り返しです。そして、現代の日本社会に、 イスラム的な抽象主義は現れつつもあると言っています、えー。何らかのそこに現れがあるわけですね。はい。しかしですね。しかしの後は大事です。それはちょっと正しい知恵のようには見えないわけですね。具体例がいくつか上がってますが、暴力的な拘束、血の通わない無機的なマニュアル、そしてキッチュ、つまり俗受けをする宗教、 そしてそれに簡単に洗脳されてしまう人たち。非常に安易で、えー、人間味がなく力ずくで人間を抑え込む。このようなちょっと我々にとって律とは言えないものしか今はないわけです。それを踏まえてこのような締めくくりになります。日本遊牧民族の行き先にはまだ濃い砂塵の帳が立ち込めたままである。 これはもちろん、比喩ですね。比喩ですが、ようにとかようなが使われてませんので、中学校の時に習った暗優ということになります。では、何を例えているのか。日本遊牧民族。これは先ほど見ましたね。えー、従来の日本人的なあり方を捨てて、抽象的な外部の中で、イスラム教徒のように自分で規範や律を生み出していかな生きていかなければならなくなった 現代の日本人のことを言っています。の帳が立ち込めているつまり先が見えないわけですね、えー、ちょっと明るい未来は今の日本人の前には見えてませんよというのが、えー、この文章の締めくくりつまり、えー、読者に対してこのままでいいのだろうか何か我々が生きていくための率が必要なのではないかそろそろ真面目に生み出さないといけないのではないかと言っているわけですね さあ、後半部分の整理です。従来の日本人はこのようでした。ところが、緊急事態になりました。だから、こうなっていかなければならない。これが筆者の意見です。ところが、こういう状況だ。さあ、皆さんはこの文章を読んでどう思われたでしょうかなるほど、論理は一本通ってますね。 しかし、私個人的にはちょっとこの部分には疑問や反論をしたい部分もあります。日本人が抽象的な理念に従って生きていた時代っていつか、どうしてもやっぱり第二次世界大戦のお国のためにとか発行一部とか、ちょっとそういう危険な理念に突っ走ってしまった時代のことを思い浮かべてしまうわけですね。そういう反論があってもいいと思います。 皆さんが教科書や模試で読む評論文は必ずしも100%受け入れなければならないというわけではありません。そこに対して自分なりにこういう考えはどうだろうという反論をしてみるのも一つの批判的なクリティカルな読み方としてあっていいのではないでしょうか。では以上で解説を終わります。